ヤレッスンライブのお時間です。よろしくお願いします。今日も、私あやと一緒にこちらレッスンライブをしていきましょう。こんにちは、はっちゃんさん、こんにちは。ゆきせさん、こんにちは。今日は、ごめんなさい、先週は、ハワイアンパンツとパレオのちょっと関係で、あのフラとウクレレができず本当に申し訳なかったです。今日、波という曲の2番をやろうと思っていますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。エコさん、ロハー、こんにちは、ね、そしたら早速、ステップのワームアップからやっていきましょう。サイパンムーンライトさん、待ってました、ありがとうございます、ね、寒くなってきた頃でしょうか。まあ、なんか昨日11月11日で、ポッキーの日とかやってたの思い出しました。ポッキー食べたいなとか思いながらあのポッキーはまだちょっと先のお預けになりそうですが、一応ハワイにもポッキー売ってたりするんですけどね、あのちょっと高いです、一箱高いので、ちょっと日本に帰った時に美味しく食べようかなと思っています。はい、まあそうですね、じゃあ今日はもうステップからいっちゃいましょう。少しステップのワームアップで暖かくなってもらえたら嬉しいなと思っています。のんのんさん、仕事などで30分だけありがとうございます。お仕事前にぜひ暖かくして体をちょっと代謝を上げていってみてください。いきますね、じゃあワームアップからいきましょう。カホロからです。カホロ、アロハ、こんにちは、よかったら一緒にやってくださいね。膝をやろうか、ヘラ、ヘラ、流れるようにスムーズに、1、2、3、アロハ、アンミ、アンミです。一周ぐるっと、3、4、5、6、7、アミヘマ、反対側、カホロ、カホロです。カベル、カベル、前、後ろ、前、後ろ、できる方はダウン、アップ、ダウン、アップ、ヒューハーですね。ホロホロ、カホロホロはカホロを4回、3、4、ダブルです。2、3、4、5、6、7、
カホロ。普通のカホロです。2歩ずつ。左。レレウエ。私は腰骨のところに親指を当てていますので、そこで腰の動きを感じています。カホロ。はい、おしまい。 OK です。皆さんどうでしょうか。ワームアップしてきたでしょうか。アロハ、こんにちは、あやです。初めて見てくださっている方いたらありがとうございます。フラガールダイアリーのあやと言います。毎週の、日本時間金曜日の朝10時から、フラレッスンライブを行ってますので、もしよかったらぜひ見てみてください。はい、そしてなんかお友達とかフラ仲間とかで、フラ好きな方がいたらぜひぜひ広めてくださるととても嬉しいです。はい、ヒーハーしてますけれども、東京は晴れてこれから暖かくなります。そっか、ね、暖かいといいですよね。秋晴れも気持ちいいですけどね。はい、さて皆さん、波英雄の進行状況はどうでしょうか。どうでしょうかというか、昨日、じゃあ先週、1回お休みしてしまったので忘れちゃったって方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、先週までは波というドントさんという曲の、という方の波という曲を、はい、やっておりまして、1番とサビの部分はもう終わっているので、今日は2番をして、それで振り付けは完了になります。というのは、2番の後にまたサビの部分が2回繰り返されて、そしてエンディングとなるので、サビはもうやっているので、今日は2番をやっていきたいと思います。まあ、曲を聴いたことない方もいらっしゃるかもしれないので、まず、この波っていう曲の、はい、振り付けを最初から、そして今日やる2番まで踊ってみたいと思いますので、ちょっとこのまま見てくださると嬉しいです。ヒーハー、ほぽのぽのさん、ありがとうございます。そしてこの波という曲はドントさんという方による曲なんですけれども、まあ、テンポとかの関係からフラで踊りやすいように、ビギンさんという沖縄の、ご存知の方も多いと思うんですけど、ビギンさんという方のバージョンで、このレッスンライブを行ってますので、もし曲を知りたい方は波ビギンと調べてみてください。よろしくお願いします。昨日の東京は冷え冷えの曇りで、ホカロンのお世話になってました。そっか、ホカロンとかの季節ですよね。もうそうですよね。そしたら、まあ、ちょっと今日はフラーを踊って暖かくなって波を感じて、波になっていただけたらなと思います。では最初から踊ってみたいと思います。復習がてら、見てください。ここからサビです。おいおいおい。
黒くなってもいいのさ。この世が朽ちても2番のところ、新しいところもちょっと踊ってみました。エイコさん、エメラルドグリーンのパースカートありがとうございます。これこの前作った不審としたものです。波に見えるといいなと私も思ってました。嬉しいです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら今日は2番ですね。どういう歌詞かというと、波は汚れて黒くなってもいいのさ、そしてこの世が朽ちても終わりはしない、多分 波が終わらないってことでしょうね。そして、生きているなら何か話しておくれよ、お前にはこの俺が見えないのかねっていう歌詞です。なので、なんて言うんですかね、この曲の面白くて難しいところは、なんだろう、嬉しいのか悲しいのかがちょっと明確じゃないっていうところですね。ちょっと悲しい方なのかな、どっちかっていうと悲しい曲のよりなのかな、でもそうでもないかなとかって思いつつ、この振り付けを作ってみました。 How much grace you Thank you for commenting And thank you for watching If you guys are English speakers And then watching thisThank you and aloha. はい、そしたら、2番の歌詞をやっていきたいと思います。早速ですね。で、いつもと同じように、このコメントのところにわからないこととかがあれば、いつでもこう載せてください。それをできるだけ見て、そのお返しができるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは2番いきたいと思います。2番はまず、おいおい波答えておくれ、答えておくれで、ここで終わります。そしたら最初、右足を前に出して波をするところが出てくるんですけれども、まずハンドモーションからご説明したいと思います。波は汚れてというところなんですけど、波は汚れてというところ、左手を左腰に当てて、右手は、左から 1,2,3,4 と4つ波を作ります。こうずっ と,、足が前に出ている状態ですね。波は汚れてというところから次に行きます。汚れてというところで、手を左、右に持ってきて両手を、それを
C みたいな感じで、逆の C みたいな感じでこうぐるーっと前に出して、そしてまた同じ軌道を通ってここに戻ってきます。波は汚れて、そしたら次が黒くなってもいいのさってところがあります。そこではまず左手を斜め45度に出して、右手から黒くなってもで、右斜め45度で持ってきたら同じことをします。いいのさです。ちょっとここまで手だけやってみましょう。逆 C、 黒くドキドキ止まる、大丈夫ですか？止まった、再開したら教えてください。今見れてますか？停止して入り直しました。止まってます。今見れてますでしょうか？止まっています。再開したら教えてください。動きました。黒くから止まってました。あ、再開しましたか？今見れてますか？ OK です。はい、なぜでしょうね。ごめんなさいね。ありがとうございます。そしたら、黒くなってもいいのさまでは皆さん伝わってますか？どこまで見れてたのかな、ちょっと教えてください。ごめんなさい、ありがとうございます。今見れてます。そうですね。そしたら黒くなってもいいのさのところは、黒くなってもいいのさ、そういうとこは大丈夫ですか？グッド、ね、そこの前ができてなかったら教えてください。そしたら、うん、OK です。ありがとうございます。大丈夫かな？止まってる。見れてますか？また止まりましたっていう方がいるから、ちゃんと見れてるかな？ね、こういう難しい環境で見てくださって本当にありがとうございます。本当にね、新しい機能を使っているので、私もまだわからないことがたくさんあるんですけど、また止まりましたと。見えてます。大丈夫かな？続けて大丈夫ですかね？
た止まりました。黒で止まる？うん、OK です。そしたら続けましょうね。多分また見れると思うので、ちょっとタイムラグがあるので、行きました。 OK。 そしたら最初から行きましょうね。波は汚れて黒くなってもいいのさ。そしたら次の歌詞がこの世が朽ちてもっていうところです。ですのでこの世がまずできたところからですね。この世ができて、そして朽ちて、朽ちてもですね。そして終わりはしないというところで、持ってきた下の手を口の方に持ってきて祈るようなポーズをします。そしてそこから手を前に開いていきます。というところです。大丈夫、うん、ありがとうございます。 OK です。そしたらもしわからないところがあれば、動画にして後ろからの動画とかも載せるので、もし今日はね、何かコネクションがとても悪いようなので、もしそれであればフォローアップしたいと思いますので、ご安心ください、ね、ありがとうございます。はい、それではもう一回最初から、2番の最初からここまでをハンドモーションでやってみたいと思います。まず手を腰に当てて、コネクションが悪いのかな、見れてない可能性があるかな、見れないのかな、調子が良くない、うーん、本当ですか、そっか、ちょっとね、メッセージここに打ち込みます。ちょっと待ってくださいね。はい、頑張りますありがとうございます。戻りましたか、どうですか。はい、今映ってます。どこから映ってるのかな。はい、とにかく最後までやりますが、後で動画をアップしますので、はい、
ごめんなさいね。ちょっと最後までやりたいと思います。では今までのところを、フットステップ足をつけてやってみたいと思います、ね、そしたら、まずは2番の最初は、右足を出すところから始めます、ね、そしたらまず右手を左端から波が、そしてここから前に4歩カホロ出ます。汚れて黒くっていうところで右カホロ、くなってもいいのさ、もう一回いきますね、ごめんなさい、頑張ります、ありがとうございます。もう一回いきます。波は前かほろ汚れて後ろに下がります。右かほろ黒くなってもいいのさ、さあこの世が朽ちてもというところからずっと顔です。この世が朽ちても終わりはしない、ずっとカーホンのままです。終わりはしない、3、4というところです、ね、もう一回行ってみたいと思います。まず右足を出して、波が汚れて後ろ、黒くなってもいいのさ、この世が朽ちても終わりはしない、3ところです。はい、調子良くなりました、良かったです、ありがとうございます。ですなのでこれが2番の、前半部分になります。そして同じメロディーがもう一クールあります、2番の中に、ね、ここまで大丈夫かな、もう一回いってきましょうね、足と合わせて。では右足と右手から、波は汚れて後ろかほろ、黒くなってもいいのさ、この世が朽ちて、ありがとうございます。はい、 OK です。ステップを音声でお願いしますということで、ステップをじゃあまずいきましょうね。最初は右足を前に出してます。そしてそこから右足から前に4歩カホルいきます。そしてじゃあちょっと手と一緒にやります。見えてるかわからないんですが、見えてる時のために一応手も一緒にやりますね。はい、波は汚れてて前にかほろ汚れて黒くのところで右にかほろ、くなってもいいのさ、そしてこの世が朽ちてもっていうところからずっとカオです。この世が朽ちても、3、4、終わりは
それでは、ここまで一応手と足を揃えてやってきましたので、その後のパートやっていきたいと思います。次はどういう歌詞かというと、生きているなら何か話しておくれよ、お前にはこの俺が見えないのかねっていう歌詞です。これは多分波に向かって言っていることなのかなと思います。なので、そこの歌詞の部分をまず手から一緒にやってみましょう。それでは波は、生きているならというところですね。生きているなら、生きているならというところで、まず右手グー作ります。それを、右胸に持ってきます。これがあんまりこうなったりこうなったりしないようにしてください。まっすぐしてくださいね。そして生きているならというところで、まず左手を上から持ってきてポンと置きます。生きて、そしたら反対側も同じことポン、生きているならというところで、右手グー、左手グーのところポンポンと叩きます。そして本当は逆、ポンポン、生きているなら3、4というところです。これは心臓の鼓動を表そうと思ってこの振り付けにしました。そしたら何か話しておくれよが次ですね。何か話しておくれよというところですね。そうだから、何か話しておくれよのところはまず手招き2回して、前に手を口に持ってきて話しておくれよという歌詞になります。生きているならからやってみましょう。右手グー作って左手から、生きているならでポンポン2回、いるなら何か話しておくれよです。はい、ありがとうございます。それでは、そこをステップ、その後を言ってみましょうね。お前にはこの俺が見えないのかねというところです。お前にはというところで、おえですね、あなたという、ハンドモーションしたいと思います。左手はまっすぐ正面に、真ん中からこっち側にキープしておいてください。お前には、そしたら逆、この俺がというところで、くですね、私、この俺がちょっと手をこのまっすぐじゃなくて少し動きつけてみてください。ここでこの俺が、そしたら見えないのかねというところがあります。そこで手を真正面に持ってきて目を隠します。見えないのかねで前に出します。でしょうか。もう一度、じゃあ生きているならという2番の後半のところから行ってみたいと思います。生きているなら何か話しておくれよ、お前にはこの俺が見えないのかね。そうなり、見えてることを願います。見えてることを願いつつステップにも進みたいと思います。見てくださってる40人の方、本当にありがとうございますね。ちょっと今日は不具合が多いようでごめんなさい。
それでは、生きているならというところからですね。生きているところ、生きているならというところは右カホロから始まります。こういう手の動きのところですね。OK です。そしたら右カホロから始まります。生きて。ヘラに移ります、となります。もう一回いきますね。生きているならというところでカホロや左右やったらヘラに移ります。生きているならヘラヘラです。ここまで。そしたら次は何か話しておくれよってところですね。そこはまたカホロに戻ります。何か話しておくれよとなります。だからカホロヘラカホロって感じであんまり難しい動きはないですね。もう一度生きているならからいきたいと思います。グー作って命を表しましょう。生きているなら何か話しておくれよとなります。大丈夫そうだ、よかったです。そしたらありがとうございます。次はお前にはこの俺が見えないのかねというふうになってきますので、お前にはお前っていうかあなたっていう意味ですね。お前って普通ならあまり言わないですけど、あなたのことを表します。ここはお前にはこの俺が見えないのかねというところです。そしたらここはヘラから始まります。お前にはこの心です。見えないのかね。1,2,3,4。には、そうですね。こっちからです。もう一回いきましょう。お前にはこの間違えちゃったかもしれない。1個前、ヘラから始まります。右ヘラからお前には左この俺がこの俺が、そしたらカホロです。見えないのかね、見えないのかね、カオ2,3,4。はい、ちょっと分かりづらいとこだったかな。大丈夫ですか。じゃあ、2番の一番最初、波は汚れてというところからやってみたいと思います。波はというところですね。右足を前に出してちょっと一旦停止のところから波をやっていくところからです。いきましょう。波は汚れて後
白カホロ黒くなってもいいのさ、タオこの世が朽ちてもカホロ生きているならヘラです、何か話しておくれよ、お前にはこの何とか2番最後まで行きましたが、多分伝わってないところも多いかなと思うので、時間がある限り繰り返してやりたいと思います、ね、多分皆さんご質問ができるほどちょっと見えなかったんじゃないかなって思うんですけども、そう今日のライブはちょっと不具合があったようなので、後でちゃんと皆さんにお伝えできるようにしたいと思います。何かメッセージをいただいてます、ありがとうございます、ね、こんな感じの振り付けを作りました、これも、オリジナルの振り付けなので、ぜひぜひ、覚えたりした方はいろんなところで踊ってください、ね、ぜひぜひ日本の歌なので楽しんでいただけたらなと思ってます、はい、ではもう一回、2番の最初からいってみたいと思います。まだちょっと曲はテンポが速いので、歌でいきたいと思います、はい、じゃあもう一回いきますね。ごめんなさいね、今日はねイレギュラーが多い感じになってますが、さんが今日はちょっと芝刈りをしていて、今芝刈りをウィーンって作動して、芝刈り機のお家に帰ってました、ね、ごめんなさい、ちょっと今うるさくなくなったら始めようかなと思います。はい、ちょっと静かになったのでいきたいと思います。しのさん芝刈りありがとうございます。はい、ごめんなさい、もう一回行きましょう。そしたら、右足を前に出すところ右手から波は汚れて黒くなってもいいのさ、何か話して
ありがとうございます。皆さん優しいコメント本当ありがとうございます、ね、ライブの醍醐味と言ってくださって、あのお仕事中でしたのでごめんなさいね。はい、では手のひらが上か下か教えてください。はい、そうですね、どこの手のひらかな、いっぱいあるんですけど、多分黒くなってものところだと思います。違ったら言ってくださいね。黒くなってものところは、左手をまず斜め45度左に持っていくんですけど、その時に手のひらが下に向いてるようにしてください。そしてこの右手をその上に重ねてこう右に持ってきます。そしたら今度は右手を下にして左手を上に重ねて左斜め45度に持ってきますっていう感じです。黒くなってもいいのさとなります。ここのことかな。コメントをくださった方、ルコラさん、教えてください。そこじゃないって感じだったらまた教えてください。あとあったかな。このようが朽ちて終わりはしないですね。手のことがちょっと分かってないのかな。もしかしたらさっきに止まっちゃったので、分かってなくても仕方ないと思うんですね。なのでもう一回じゃあ手だけでもやってみましょうか、ね、手だけちょっと手だけ見たいって方がいたらちょっと見てください。2番の最初は、波は汚れてというところになります。波は2、3、汚れってここ手のひら下です。 C を描いてまた C に戻ってきます。黒くのところでさっきのところです。なってもいいのさこの世が朽ちても終わりはしない、生きているなら何か話しておくれよ、お前にはこの俺が見えないのかね。そしたらおいおいと続いていきます。ホアロハさんありがとうございます。イッコさんありがとうございます。日本語にするとなんかよくわかりますよね。なんかこうとても言葉を伝えてる手の動きなんだなってことがすごくよくわかるなと思います。あと10分ある、よかったです。じゃあグッド、ありがとうございます。手の動きなんとなくわかりましたでしょうか。はいね、そしたら多分足の動きだけを見てもなかなか覚えづらいのかなっていうふうに私も思ったりするので、手と足をつけてやってみたいと思います。次はゆっくりいきますね。なのでちょっと確認してください。お願いします。2番の最初です。右足を出して波は汚れて黒くなってもいいのさこの世が朽ちても終わり
様さん、日本語なのでよく伝わって気持ちこもります。ありがとうございますね。そうですよね。デコラさん、わかりました。ありがとうございます。よかったです。あと8分ぐらいしかないんですけれども、もしわからないところとか、これだけ聞いておきたいってことがある方は、コメントをしてください。そして、もし今日のレッスンライブでわからないことがあったら、後で全然気軽に DM してください。今日はちょっとイレギュラーだったので、全然、いつでも、私はいつでも DM 受け付けているので、いつでもご連絡いただいていいんですけれども、今日は特に多分わからないところがいっぱいあった人もいるかなと思うので言ってください。ありがとうございます。 OK、 そしたら、早速、じゃあ、今日は2番いったので曲もつけてやってみたいなと思います。よし、行きましょう。今すぐついてこれなくても大丈夫です。はい、わからないところがあっても、また後で見返してくださったら嬉しいし、来週も、復習しようと思いますので、はい、頑張りましょう一緒に。では、2番曲つけていきます。ビギンさんのバージョンです。ここからですね。いきましょう。波は一回やりましょうね。ちょっとテンポをね、この波はちょっと速いので、さっきの時よりも3倍速ぐらいかもしれないですけど、練習しましょう。ごめんなさいね。はい、もう一回いきますよ。生きているならカホロ。
ヘラです。2回ずつトントン。ハコ、何か話しておくれよ。お前にはヘラ、この俺が見えないのかね。カホロ、カオ、ニー、シン、ナミです。ね、素敵だな。ありがとうございます。くしろかさん、こういう波もあるのか。もしかしたら違う振り付けで前踊った方もいらっしゃるかもしれません。いろんな波があるんだろうなと私も思います。はい、顔が長いのきついですね。そうですね、うん、顔が長いとききついし、あと手をこうちゃんと保つのが難しいですね。うんうん、多分ここでしょうね。このヨガ2、3、4、朽ちても1、2、3、4のとこですね。終わりがしないのとこも顔です。2、3、4、5、6、7、8、こきつい。太ももきついけど頑張りましょう。あの顔ね、あのかかとつける方もいれば、かかと上げる方もいらっしゃいますが、どちらでも大丈夫です。あと、もしできる方は、ね、顔きついですけど、もしできる方がいたら、下からダウン、アップ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 、ダウン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 、アップ、アップ、アップ、オープン、2、3、4。できる方は下から上に上がって上から下に落ちてくるというような歌詞を、はい、あのぜひぜひその意味を考えながら、この世が生まれてきて出来上がって、それが朽ちてもきっと終わりはしないというような、振り付けですので、あの世界の壮大なダイナミックさを感じながら、ぜひ試してくださったら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっときついかもしれませんが、ちょっとね、自分が昨日やってこなかったこととか、あの私もたくさんあるんですけど、あのやってないな、やばいなっていうところを、ちょっと自分で新たな挑戦として、毎日少しずつ積み重ねていけたら、きっとどんどんフラも良くなってくるんじゃないかなと思っています。なので皆さんもぜひ試してくださったら嬉しいです。はい、という感じでしたが、最後に1回だけ、時間ないかな、時間ないかもしれないので、無理に詰め込まず、今日はここでおしまいにしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。後で動画を撮って、正面からと後ろからと、見れるようにしたいと思いますので、ちょっとお待ちください。では、今日も一日良い金曜日をお過ごしください。Okay, thank you so much for watching. I'll see you next week. 明日のウクレレレッスンライブもよかったらお越しください。それではアロハー。